リバイブラーメン調査団、イエーイ。今日は特別ゲスト隼人さんが来てもらいました。今日はまあそのゲストのおすすめのラーメン屋さんに行きたいと思います、はい、名前を教えてください。隼人です。東ごめんごめん、ひまりさんです。ひまりさん、ひまりさんはそのなんかオリオン通りにあるのを好きとは聞いてたんですけど、はい、今回はなんか東宿坊にできた。そうなんですよ、はい、できて、うん、美味しい、美味しい。ぜひ皆さんに食べていただきたい、いただきたいなと。どれやば、有名って何ですか。じゃあ大人気だもんね、ひばりさんって。そうですね、なんかちょっと、やっぱ赤い若い女性とかね、うん、女性とか、あ、女性でも食べやすいね。あ、そっか、うん、紅白にも出てたしね、やっぱレジェンド、レジェンド美空ひばり。はい、ということで、はい、ここですか。唐揚げって書いてあるけど、これじゃないですか。いや、そう、唐揚げもやってるんですよね。いろんな味があるんですよ。それで明太マヨから美味しそう。すりおろしリンゴ唐揚げだって。飲みたいな。女性の。え、カモなんですか。これ一緒だね、あっちと。ラ。ラ。待って、つけ麺もあるよ。お白。これのおすすめはカモです。カモ、カモって結構濃厚だね。ジャッ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 これ辛いんでしょ。辛くなかったら行きたいけど、辛いから辛いじゃない。ヨガファイヤー、ヨガブラスト、ヨガル松岡修造。そうね、どんぐらい綺麗か、うん、と早くの洗いたてのカモそばってこと。カモチーズかな。これつけ麺じゃないんだ。カモつけ、カモそばとカモチが違う。うん、ここ鶏そば。あ、鶏か。カモつけ食いたい俺。全粒粉初めて食べます。全粒粉をちょっとこの大盛りですごい、このボリュームすごい、あの助かります。なるほどね。大盛り、大盛りは無料なの。いや、150円だけどこの量になるってこと。まあ通常が分かんないけど、はい、あれプースーからじゃあね。あ、じゃあプースーからこれ。あ、こっちか。はい、いただきます。誰それ、ね、あ、昔のゼクスか。あ、何年前だよ、6年前だ。俺じゃねえ、俺だけど俺じゃねえ。難しいですね。それもあの今飲んでみたんですけど、うん、これカモだよね。そうだよ、あのちゃんとカモ の、うん、あの油というか、うん、出汁が効いてて、なんかこのつけ麺の濃厚さってよりもね、そりばちポンつって妨害。いただきます。塩、鴨塩。はい、うん、あ、これ初めて。これも初めて。塩なの、これはいいね。いやいや、ちゃんとコメントしてもらって。どうすか、鴨は効いてる、まあ、塩って感じ。鴨も感じ。鴨はね、こっちの方が強い。あ、じゃあこっちが鴨の強い。鴨中だ。どうぞ。そんなんだけど、口じゃない。口じゃないんだよ。ね、何してるの。口。ね。いただきます。うん、美味しいこれ頼めばよかったじゃん。いや、これがマジで一番うまい。じんわりくるね。わあ。これ割と太め、平打ち的な。そうですね。こっちで細めんの。ちゃんとさ、融合してる、カモと中華の。あと、ちょうちょう、俺、麺ちょうだい。これ、カモ肉。カモかな、ほら。どうすか、カモ。普通になんか、器もらおう。小皿。すいません。いただきます。ネギ、リングでするの。あ、美味しいね。やっぱこの塩気がさ、飲んだ後が最高だよね、これね。っていうラーメンです、ね。けど本当そうだね。なんか全体的に、うん、だからお酒飲んだ後本当こってりこってりしてないから、うん、どんどんいけちゃう。最
すいません。ちょっと麺食わしてよ。麺それ一緒じゃない？これは一緒？違う。ちょっと違う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 。あれ、鶏そばのチャーシューはこんな感じです。いただきます。うん。うん。あ、これうまいね。あ、うま、チャーシューうま。そこも気になる。いました。あの、なんだろう、時間帯を選ばんでいくね。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。鴨そばどうでした？どうでした美味しかったですよ。もう本当に鴨の芳醇な香りがしてさっぱりしてて、うん、やっぱり女性でも食べやすい、ね、食べやすい飲んで人生を語って、うん、ちょっとこうなんつうんだろう、自分の塩気もちょっと入れてスパイスですか、人生の、うん、それもありかなって。なるほど、うん、わけわかんない。ちょっと涙を流しちゃっても食べられるよっていう、まあ染みる味ってことでいいですか。うん、染みるね。染みたよ。飲んでないのに人生観語っちゃいます。そうそう、なんか知らないけど人生観語ってしまう。なんかなんだろうね、なんかそんだけちょっと言いやすかったよ。あの空間も、まあ、空間も良かったです。それは間違いない。お座敷は良かった。味もさることながら空間も良くと、人生の答えが見つかった。まあ、答えは見つかんないけど、まあ、人生終わりなき旅ということで、はい、なんで持ってた自分が来ました。美味しかったです。それそういうことか。ありがとうございました。おはるでした。早く早く。